私草食系男子より男臭い人が好き。え、男臭いって半分僕のこと言ってる？半分君のこと？君男臭いかな？男感はないけど、うん、臭い。半分君のことだ。後半半分か。体育会系で獣っぽさある感じ。え、私もわかる。え、僕女子から獣みたいな扱いされてるよ。獣みたいな扱いってなんて言われてんの？こっち組んだ。ほうほう、オープンの獣扱い。それ多分女子は君に獣感も体育系感も感じてないな。え、獣感アップしてない？長期休み使ってワイルド系男子にイメチェンしちゃった。ワイルド系男子ってことは今の陽キャたちからのあだ名はデブ。ワイド系男子。ニックネームは変わらないってか。いや、まだヒゲが生え切った顔はちゃんと見られてないから。そういうことか。はい、じゃあ数学始めるぞ。見た目の獣っぽさは出せたから。確かに。次は体育系っぽさも出すわ。性格の方か。この問題わかるでしょ。500円のものを3人で割って買うとき、お会計はどうなる？チャンスだ。チャンス？お会計の問題で体育系感出せるの？あ、もう分かったら手挙げずにその場で答えちゃっていいぞ。あ、ジャンガチが全員おごり。オープ体育会系。男気。ん？あれ？え？先生にヒゲ気づかれた。なんて言われるかな。多分、かっこよくなったな。フーフー。誰だこいつ？フーフー。イメチェンしすぎたか。あ、長いか。おい、なんだその口元。え、怒ってる。さすがに高速違反なんだ。やばいよ。あのこれ髪の毛の一部です。は？髪の毛の一部？どこのだ？もみ下げ。もみ下げ。いや、ヒゲだろ。お前調子に乗ってヒゲ生やし出したのか。いや、数日剃り忘れたらもうこれで。男性ホルモンすごいもんね。あ？なんでそんな異常なスピードなんだ？あ、遺伝です。うちの親なんか一日剃ってないとバッサバサで。確かに。ね、剃ってない時すごいよね。黒ひげだね。僕のまま。ボーボーです。なんとか耐えたね。しかも、女子からの反応、めっちゃ調子いい。調子いい！なんて言われ出したの？ダンブルドア。校長！それ多分、ヒゲのせいでジジイ扱いされてる。あ、ヒゲなくしたの？ま、これでジジイ扱いされなくなるならいいか。てか、ヒゲがなくなってからのあだ名は何になったの？ヒゲなしダンブルドア。フケ顔。チャンネル登録と高評価よろしくお願いしますね。